皆さんこんにちは。1.4 のイベントスケジュールが判明したので、終わるイベント、来るイベントを解説していきます。現在、開催されている大きなイベントはこの2個ですね。まずは、ステーション特派についてから。こちらは、派遣イベントですね。リアル時間を必要とするイベントで、今からだと全ての報酬は受け取れないかもしれません。必要最低開拓ランクは20ですね。他の条件は特になしで、最初は会話するだけだね。一応最大で500の星玉と素材を獲得できるので、終わっていない人は、全力で最後まであがきましょう。他の依頼と上限は共有するのと、一個一個必要時間が違うのでそこも注意しましょう。正直全部時間揃えて欲しかったね。あとは、素材2倍だね。こちらは、普通に花から取れる素材が120開拓力分まで。毎日2倍という感じで、開拓力経験値も2倍。とりあえず、これを優先に消化するのがおすすめだね。渓流の素材集めや、トパーズ、ゼーレの素材集めが今は無難かな。続いて、プライムゲーミングのコード交換が迫ってます。こちらは、Amazon プライム会員限定のコンテンツ。星玉とささやかな素材がもらえます。そろそろ期限なので絶対に対象者は見逃せません。基本はガチャ更新とセットなので、渓流実装後にも更新されると思うぜ。続いて、招待イベントだな。こちらは、基本は復帰者招待用みたいなイベントなんだけど。よく見れば、コードをシェアするだけで星玉がもらえるね。ですので、基本的には招待する人がいなくても、シェアするだけで星玉がもらえるのでお忘れなく。期限は2023年10月11日6:00 UTC+8。一応 1.4 に入っても少しだけ期限残るけど、早め早めの参加を。あとは限定ログボが今来ています。ゲーム内ログインで1回ずつもらえるやつで、合計で800星玉、受け取り忘れがないように。あとは普賢記念のコードですね。普賢ガチャが終わる頃には多分使えなくなるので、まだの人は入力を忘れなくです。そろそろ 1.4 でだいぶ経ってるけど、渓流の時も来るのか気になるね。ということで、1.4 のコーナーへ。配布量の予測はこんな感じで。多少のズレはあるでしょうが70連分ほどは期待して良さそうです。細かい内訳は画像見てね。それでは、発表された内容を見ていきましょう。まずは、10連分配布だね。一応 1.4 は5週間しかないので。渓流ガチャと後半ガチャの切り替わりも早いので受け取り忘れ注意かな。これは、配布期間についての話ではなく、ガチャギリギリに受け取って、チケットを消費する系のユーザー向けの注意である。一応期限は11月の14日朝5時までだね。そして、前半ガチャ、渓流ガチャだね。期間はいつもより短くて、18日か17日。11アプデだから17日になるのかな?とりあえずピックアップは渓流、低運、静寂、散歩の4名。星4の引き方とか仕様については過去動画見てね。とりあえず、ざっくり低運と静寂が当たりです。低運は確保だけでも、静寂は理想は最低4凸がスタート。散歩は確かなしだと基本的には微妙です。渓流は普賢羅刹、ギリギリ白露が欲しそうな性能してる。PT 事象は、他のキャラだと自分の首絞める可能性があるので注意。公園水ガチャ。渓流モチーフは基本は本人用。普賢がいるなら汎用性に期待してもいいかも。普賢なしで渓流以外だと引くのは実装後の評価見ることをおすすめ。一応本人以外につける予定というか汎用性を考える方は、実装後はしばらく待つ方がいいかも。星4は、真ん中の、記憶の中の姿が大当たりです。ただ、頂上後にしてないと基本は輪系でいいので。まあ、獲得して終了系のやつではないね。そして、モンバト。モンスターを使って、戦闘するという新しいイベント。報酬は合計で2240星玉。イベント期間終了後は常設になるみたいです。これ、前提任務の名前的に。1.4 の最新ストーリークリアが前提になってそう。最新イベントで最新ストーリーが必須になるパターンきた。常設になるってことだからトパーズと関連したイベントっぽいかな。1.4 で一番期待してるイベント。そして、ヤリーロ6の星4キャラを1名選んで配布です。ベラ、セイバル、ルカ、フックが対象です。一部省かれてますが、謎の人選。基本は渓流的にもペラが良いでしょうね。
氷ダウンは4ついるけど、汎用性考えてもペラだね。それ以外は基本は後回しでいいかと思う。次はオーナメント2倍、開始は20日からだね。和通貨30日は 5% オフ、で覚えよう。こちらは、模擬宇宙の異物が2倍なので、トンネル異物は2倍ではないので注意。あとは、期間中に合計で12回まで2倍。だから、初日に12回分消化したら、期間中の2倍は復活しないね。一応経由ガチャ終了日までっぽい、から。トパーズ実装後には終了してるので注意。まあ、トパーズってサルソット一択っぽいけどね。続いてメインストーリーが追加。もちろんですが、最新のところまでやっておく必要があります。トパーズが登場する任務っぽいね。新イベントのエーテル戦線の前提にもなるので要注意です。あとはトパーズの素材が新しいボスだから。新エリアも来るようなので、トパーズ育成には必須となる任務になりそうだね。とりあえず、アプデ後はこれが最優先になりそうな予感。続いて、経由の同行任務かな。前提は最新ストーリーまで。報酬はいつも通りだね。ジンとかの過去編をしつつ、いろいろ謎が解ける感じになるのだろうか。ここ最近のストーリーは複雑になってきてる気がするね。特にラフで一気に固有名詞が増えたイメージがある。一応イベントについて振り返り。前期に来るエーテル戦線はさっき言ってたモンバトで。エネミーを実際に操作して戦闘ができるみたい。正直超楽しみにしてる。アプデ日から解放だからお忘れなく。そして、模擬宇宙のイベントは後半にあるようです。こっちはさすがに工場には残らなさそうな感じする。けど、どうなんだろう。いつもより祝福がパワーアップするイベントみたいだから。かなりお祭りゲーミングになりそう。あとはアプデ日、11日からコラボ開始だね。特別前売りはすでに終了してるっぽいけど。気になってる人は行ってみるといいかもだね。一応全国109店舗でやるようです。一応こんな感じで合言葉と1300円以上購入で。バッジとシリアルコードがもらえるね。アクリルスタンドは事前チケットの特典っぽい書き方してる。一応コラボアクリルスタンドは再販するらしい？っていう情報を見たけど、よくわからないので、ご注意を。アイテムコードの中身はこんな感じで。限定要素マシマシだね。さすがに今回は109店舗なので。この前のドリンクみたいにあれなさそうですが。早め早めの行動をしておきましょう。事前抽選や整理券配布とかもするみたいだからね。地方はわからないけど、大阪とか東京とかの都会の人はお気をつけを。ということで、イベント情報でした。1.4 楽しみですね。終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。